はい、こんにちは。竹さんサックスクラブサックス奏者小松武弘です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ベン・ウェブスターの話をしたいと思います。マスターたち第3弾ですね。最初の3人は決まってるって話しましたけど、今日は3人目のベン・ウェブスターです。はい、でベン・ウェブスターのハードウェアからいこうか。ハードウェアはもうセルマーにオッドリングのメタル、この人は結構そうだね、ずっとね。で、デューク・エリントンの楽団で結構流行ったんですね。でね、実はこの3人ともみんな南部のカンザスシティとか、あの辺の人なんだよね、みんなね。みんなニューヨークで、ニューヨークで活躍するんだけど、ジャズの中心がニューヨークって。だけどね、出身はみんなあの辺なんですよね。だから多分こう、東京は賑やかだけど、漫才はみんな関西弁みたいな、大阪の人が来て関西弁でやるのが主流だったり、変化したりするじゃないですか。おそらくね、そういうのあると思うんですよ。だから生粋のニューヨークのサウンドというよりは、やっぱりそのテナーサックスの歴史を考えると、カンザスシティのああいう感じのね、ミシシッピー川辺の人たちの鉛とか、そういうのが一つこうニューヨークのジャズを形成してるっていう面もあると思うんで、そういう、こう出身地で そこの音楽ってなかなか知れないんですけど、結構違うもんなんです。アメリカもそれなりにやっぱ広いじゃないですか、日本に比べると。日本でもやっぱり言葉がね、九州と関西と東京で違うぐらいに、やっぱり好みとか、そういうの結構文化違うんで、もう楽器ってすぐ出るんですよ。そのニュアンスとかね、吹き方とかね、そういうフレーズとかね、そういうふうに追ってみると、実はこの三巨頭はみんなあの辺の出身だっていう共通点があるんですよね。でその人たちが作ったテナーサックスの歴史っていうのがあるわけなんで、そういうところに着目してみると、ジャズはやっぱりニューヨークだぜなんて言っても、実はニューヨークの訛りって何みたいなね、ニューヨーク生粋のニューヨーカーのミュージシャンって誰だったのとか、そういうふうに考えてみると意外にね、面白いですよ。なんでぜひこのちょっと調べてみてくださいね。はい、でベン・ウェブスターのハードウェアはいいけど、こう複方のね、特徴はもう何つったってこれ、タケさんがあんまり使わない言葉のサブトーンですよ。サブトーンね。サブトーンつったってこんな人はさ、それでしか吹いてないんだから、それがメイントーンだからね。サブトーンじゃないんだけど、要するに音が特徴的ですよね。特徴的です。いわゆる息の音が半分入ったような、リードの動きを殺して息が半分じゃーって言ってるようなサウンドです。それを通称サブトーンって言うんだね。本当の言葉の意味のメインとサブじゃなくて、そういう音をサブトーンって言いましょうっていうことなんです。なんで、ベン・ウェブスターの場合は、もうサブもメインもないから、もう全部そういう吹き方ですから、常にどんな曲を吹くときもサブトーン。そうするとね、技術的にサブトーンって言うとみんな泡を弾いたりして下の音だけ出すけど、ベン・ウェブスターの場合全部ですから、どこの音域吹いたってちゃんと吹くから、これはね、ある意味普通の吹き方じゃないですよ。普通の吹き方じゃない。でよくジャズでさ、試着しびれを巻かないとかなんとかって言うけど、ベン・ウェブスターは思いっきり巻いてますから。思いっきり巻いてる。でそうしないとああいう感じ出ないです。でもう一つの特徴はビブラートが深いのね。ビブラートも全部バンバンかかっちゃったんだ。ビブラートはビブラートが深いのと、そのサブトーンで全面吹くっていうと、あと結構こう音がってやるんですよ。その辺がもしかしたら分かんない、出身地の名前なのかな、分かんないけど、
この辺が特徴ですね。あの音使いとかなんとかっていうのはまあいいとも言ってるけど、まあ、自分で調べるのと、まあ、そんなに突飛なことはあんま出てこないから、まあ、演奏上の特徴はこんな感じです。だから普通だったら低い音だけさ、なんかこうなんかこれ低い音だけサブトーンにする感じじゃない、サブトーンって言うじゃん、だからサブトーンなんだけど、だけどベン・ウェブスターの場合はもう全部、もう上の音も全部だからこんな感じですよね。なんかもうこの感じ、もう結構高い音だろうがなんだろうがサブトーンみたいな吹き方ですよ。であとはこうこうこうしゃくってはないんだよ、しゃくってんじゃないんだけど、音をこういうなんか、まあ、ベンド、まあ、厳密に言うとちょっとね、ベンドとはちょっと違うような独特な感じなんですけど、なんか、そこなんか。こういきなり上でフュッとこう抜いたりね、いわゆるちょっとねいやらしい、まあ、竹さん的にはいやらしい弾き方っていうか、こうなんか現代のあのスムースジャズみたいなジャーとかああいうのにちょっと共通するような、こう上に盛り上がるんだけどダイナミックスカッと落としたり、なんかね結構その辺がこうそういうセンスですね。だから なんかねこう、まあ、やらしいっていうやらしいっていうか、なんかでもいわゆるそう、まあ、色気があるっちゃ色気があってね、なんかそういうスタイルで、これはこれでね、タケさん結構好きなんですよ、ベン・ウェブスターはね。あのまあレスター・ヤングとかコールマン・ホーキンスに比べるとなんかすごく、まあ、タケさん的にはこうなんかショーっていうかね、こうなんか楽しいショーを見たみたいななんかイメージがありますね。なんかレスター・ヤングとかコールマン・ホーキンスってなんかわりかしこう純粋にこう目つぶってっていうか音楽に集中して音楽、ああもう音楽が本当に素晴らしいみたいな感じするんですけど、ベン・ウェブスターってこう今みたいなこうなんかちょっとなあのちょっとなってない、ちょっとこうまあエッチなニュアンスみたいなのがまあ聞いてるんだけどなんか竹さん的にはこうショーみたいなね、ちょっとこう いいもの見たなっていうようなこうこの番こうなんとかな、こうきちっとスーツ着てなんかお酒飲んでなんかねなんか、まあ、デートとかでさこう行ってこう色気のある音楽を聴いていい気分になるみたいな、なんかそんな感じのいいもの見たなみたいな、なんかそういうイメージの、なんかちょっとゴージャスなのかな、ゴージャスというかなんかそういう感じがして、うん、なんかこう音楽純粋に音楽がかっこいいとかっていうのと別のなんか付加価値をちょっと感じるんですよね。なんかやっぱいいなっていう、こう大きなステージとかなんかクラブな、ジャズクラブの雰囲気とかなんかそういうのを含めたようなショーを見たっていうようななんかそういうゴージャスな感じがして、たくさんとっても好きですね。だからそういうところがまあちょっと違うかな、他の2人と。だから昔のなんかデューク・エリントンの多分映像とかスタジオのなんかあると思いますけど、ベイビーブスターがこうフィーチャリングで吹いてる時だけなんか女の人が踊ってたり、なんかそんな感じなんですよ、なんかイメージが、うん、多分そんな映像はどっかにあると思うんで、まあ、皆さんもよかったら見てみてください。でまあ現代にこの感じがどういう人が継いでるかっていうと、どうあんまり
いねえんじゃねえかな、ベン・ウェブスターみたいな。まあ、強いて言うと、もう結構おじいちゃんだけど、ルーター・バッキンって人なんかは、結構深いビブラートなんかは、ちょっとベン・ウェブスターっぽい感じはあるよね。あとは、どうかな、ブランフォード・マルサリスが一時期、そういうスタイルで、なんか、ジーズ・フリッシュ・シングスかなんかだけそういうスタイルで吹いたり、なんかいろんなことやってましたけど、なんかサブトーンじゃないけどこれをメインにこう前面に出す人は今の時代はちょっと少ないかな。やっぱりこの吹き方スタイル自体が ものすごくこうスタイルとパッケージとなって、すごく時代とベンベブスターを感じるスタイルなので、なかなかこう他のものにちょい取り入れるとか、なんかそういう感じとはちょっと程遠いぐらいこうがっちりしてる表現なんで、なかなかいないかな。でもこれは本当にジャズの、ある意味ジャズサックスのテナーサックス、特にテナーサックスのジャズの本当に王道を外してはならぬこの色気なんかまあこういうね部分ちょっとずつこうやっぱ聴いてると、まあ普通のストレートの演奏でもそういうところってやっぱ出てくるんで、まあまあぜひね、まあ、そんな真似しなくてもいいけど、たくさん聴くとなんかジャズのこうテナーサックスのジャズの色気じゃないけどね、そういう部分楽しめると思うし、ぜひぜひこう自分にも取り入れていただけるといいなと、まあ思います。はい、そんなわけでまた次回の動画でお会いしましょう。